清水金太郎は、明治時代末期から昭和時代初期の声楽家、バリトン歌手。日本オペラの黎明期から第一線で活躍した、日本オペラ界の快祖の一人とも言える存在で、大正期の浅草オペラを代表するスターとして、田谷力蔵と双壁と歌われた。東京府出身。1910年東京音楽、学校声楽家卒業。 1912年帝国劇場における創作歌劇熊野にてデビュー。1911年に創設された帝国劇場の歌劇部に教師格として迎えられ、柴田玉樹と部員の指導にも当たった。妻である静子は歌劇部の第二期生で以後多くの舞台に共に立つ。1915年の帝国劇場洋劇部解散後は、 頻繁にメンバーが入れ替わる浅草オペラの特徴と同じく、清水夫妻もローヤル館、東京歌劇座、七章が劇団、新生歌舞劇団、ネギシ舞劇団、森歌劇団と遺跡や旗揚げを繰り返すも、確かな実力に基づく人気と、日本オペラ界の大物としての地位は揺るがなかった。1925年の清水夫妻、田やらによる浅草劇場での オペラの怪人を最後に浅草オペラは姿を消す。その後も本格オペラの普及を目指したが、1932年に心し半ばにして43歳で死去した。また、ベアトリス姉ちゃん、恋のために波を蹴るなどの役史も手掛けている。フルート奏者の赤切り絵やミュージシャンの ACE は金太郎の孫にあたる。門下生には、 浅草の喜劇王喜劇俳優のシミキンこと、清水金一などがいる。ありがとうございます。